小学校の運動会での玉入れ。赤組と白組に分かれてそれぞれ玉を投げ入れ、その数で勝敗を決める。玉入れは、一定の離れた距離にある籠に玉を投げて、数量を競う競技。一般に運動会で行われる玉入れは、高さ 180cm から 300cm 程度の垂直に立てられた玉入れ籠を用いて行われるもので。 一定時間内により多くの玉をカゴに入れた方が勝ちとなる。主に運動会で行われる。このほか5メートルから10メートル離れたカゴにボールなどを投げ入れていく遊戯を玉入れと呼ぶこともある。目標となる高さ数十センチメートルの色分けされたカゴを設置して離れた場所から色ごとにカラーボールを投げ入れていく玉入れもある。 公式競技としての玉入れは、アジャタと呼ばれ、全日本玉入れ協会によって、競技規則が定められている。通常の玉入れと違い、100個のお手玉をいかに早く、カゴの中に入れるかを競う競技となっている。竿の高さは4メートル12センチメートル。カゴの直径は44センチメートル、深さ44センチメートル。お手玉は、重さ約八十グラムのアジャタボール十九個と、 重さ約2 5 0ムのアンカーボール1個を使用する。アジャタバスケットを中心とした直径6メートルの円の中で競技をする。出場選手は6名。1名でもかけると失格となる。競技開始時にはフライング防止のためコートの外でアジャタバスケットを背にする。アンカーボールを最後に入れなければいけない。背負い加護を用いた玉入れはツイ入れボールと呼ばれる。 チーム対抗戦形式で、それぞれチームのうち一人あるいは数人がカゴを背負う。開始の合図とともに、相手チームのカゴにボールを投げていき、一定時間内により、多く入れた方を勝ちとする。動く玉入れなどとして紹介されている。玉入れに似たような競技として、お手玉をくす玉に当てて割る、鈴割りがある。ありがとうございます。